家の畑西側の方にありますナムアトールの一段目が開花しました。ナムアトールにせよ、ドワーフナムアにせよ、一段目の樫が現れてきたときに、その形と色を見て、だいたいこれはおいしい収穫になるかどうかわかるようになりますね。非常に柔らかな感じの黄緑、そして樫の形態、あと花のマイルドな感じ、そういうものが総合的にパッと視覚に入ってきたときに、これはおいしいバナナになるだろうと直感的に分かるようになるんですね。あとは徐々に肥大していって、樫の形態が定まってくる。そしてなるべく花皮、皮ですね、が美しいまま太ってくる。そして収穫期を迎える、まあ、そのような気象条件等に恵まれれば、収穫した後1週間から10日ぐらいして花皮が黄色くなってきて、そうして徐々に黒ずむにつれて花皮が柔らかく薄くなってきて、指で触ってみるとその花皮の薄さからもう食べ頃だと指を通じて、指の感触を通じて分かってきます。そうしてその薄い皮を剥いて、一口一口ゆっくり食べていきますと、まあ、極上の美味バナナが口から体全体に伝わってきて、やはり自然に育って収穫できたバナナはこんなにも美味しいものかと毎回感動するものですね。